で頑張ろうっていう人たちに対して結構こういう意見もね結構ツイッターで あったんですね。うん、まあ、今日はこれに関してちょっとね僕の意見をね言っていこうかなと。はい、ということでですね、今日もちょっとお集まりいただきました。お久しぶりです、七持ちさん。です。今日はちょっとですね、まあ、虹プロジェクトシーズン2に関してなんですけど、ちょっとね、目に余るものもあったので、まあ、土持ちさんだけでなく、まあ、このね、画面を通じてね、まあ、いろんな人にちょっと言いたいことがあるので、まあ、ちょっとパワポにまとめてきました。どういうことですか？ちょっとね、まあ、お話しさせていただき、いただきたいということで、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。どうぞ。はい、ということでこちらご覧ください。虹プロジェクト2で起きている論争、まあ、ちょっとね大げさに表現しているんですけども、まあ、その虹プロジェクト2、まあ、シーズン2においてのまあ応募動向でちょっと今いろいろとねちょっと物議を醸しているので、今日はちょっとそれについて説明していこうかなと思います。22のポテトです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずね、虹プロジェクトシーズン2とはということで、ガールズグループ NiziU を輩出したソニーミュージックと、韓流ムーブメントを牽引している韓国を代表する総合エンターテインメント会社 JYP エンターテインメントの合同オーディションプロジェクト、虹プロジェクト。そして第2弾となる虹プロジェクトシーズン2では、グローバルボーイズグループを創出へということで、ロゴはね、右下に貼っておきましたということで、まあ、簡単に言うとですね、こちらです、虹プロジェクトの男子版。はい、なるほど。まあまあまあ、こちらね皆さん知ってると思うんですけど、まあこの詳しくはこちらの方がですね、なんかまあこの虹プロジェクトシーズン2に関してもう本当に分かりやすく、はい、時にユーモアを交えてですね、とっても面白くしながら、なんかとてもいい動画を作り上げていたので、ぜひねこの動画ご覧ください。全てが分かると思います。よろしくお願いします。分かりやすそうやな、この動画は。そうなんですよ、このね、アフロモジャオっていうんですけど、この方、このアフロモジャオがしっかりとね話しているので、ぜひね見てください。じゃあおもろくないな、多分名前的には。学校時代いじめられてたそうです。ということで、はい、応募資格に参ります、はい。はい、まず2023年3月に中学校卒業予定からオーディション締め切り時点において満22歳までの男性、国籍は不問と、少しでも日本語でコミュニケーションが取れる、まあ、なので、まあ、国籍が不問で、今はね中学2年生の子かなから、満22歳までなんで、まあ、僕の1個下まで。うわ、そうなんですよ。本当、そうなんです。僕のギリ、本当にギリギリ応募したかったんですけどね。そうですよね。僕本当にもう才能の塊って言われてたので、おばあちゃんとかおじいちゃんとかから、はい、これはもう受かったんじゃないかなと、思ってたんですけど、まあちょっと出れなかったので、まあね、才能の塊って言われてたんですけども、まあ無理ですということで、ね。はい、じゃあそして、一次審査以降、の審査に参加できる方、まあこれはもう基本ですよね。そんなよくね受かったのにね、二次審査はあ出れませんよって言ったら怖いですからね、急に。はい、次、審査過程において TV、ウェブ、その他メディアに出演可能な方、まあこれは二次プロジェクトとしてね、オーディション番組として多分こう出していくので、そちらにねもちろん出てくださいねってことでしょうね。はい、そしてメンバー候補生に選ばれた方は日本、韓国での合宿に参加可能な方。これもですね、まあ、虹プロジェクトを見ている方は分かると思うんですけど、日本合宿、東京合宿っていうのがまずありまして、そっからさらに選ばれたのが韓国合宿に行けるみたいな形だったので、今回もねそういう方式を取るんじゃないかと思います。はい、次、特定の芸能事務所やレコード会社、音楽出版社などに所属がない方、まあ、まだプロじゃない方みたいな感じでしょうね。まあ、さらの状態で受けに来てくださいということです。はい、そして次、先生のお話はきちんと聞く。これやっぱり遠出するに当たって、やっぱ先生のお話はきちんと聞くというのはとても大事なことですから、うん、先生のお話をよく聞いて、まあね、ちゃんといい遠足にしましょうということで、次、うん、おやつは200円まで。遠足やなんか。おやつは200円までですね。はい。あ、遠足の応募資格なんや、これ。おやつに含まれますということで。はい。遠足の応募資格なんや。いや、そうです。遠足の応募資格です。はい。あ、そういうこと、しおりみたいな感じか、遠足の。そうですね。はい。うん、そうですねってやめてる。うん。まあ、皆さん、まあ、気になってると思うんですけども、今起きていることです。あ、それ気になってるわ。はい、Twitter で応募宣言、決意表明する男子が続出してきました。ひろゆきやろ。Twitter でですね。全然ひろゆきだろ。アメリカの Twitter 社っていう名前の。とても僕的には、まあ、いろいろ、感じることはあるんですけど、うん、まあとてもその参加するってこと自体はね、とてもいいことなんじゃないかなと、夢を追うことに関して、まあ、これに関してまた詳しく言うんですけども、うん、まあその続出した結果、
20目当てで応募するな、20に会いたいとか、そうそう、20どのコーナーで目当てで応募するなって声だったり、本気じゃないなら邪魔だよっていう声でしたり、ツイッターでの宣言は不適切じゃないですかっていう声だったり、最後だけ言ってる人分かるよ。はい、まあ、そういうね、いろんなちょっとね、この頑張って行こうっていう、頑張ろうっていう人たちに対して結構こういう意見もね、結構ツイッターであったんですね。まあ、今日はこれに関してちょっとね、僕の意見をね言っていこうかなと。今までこういうちょっとグレーゾーンというか、自分たちの意見系のことはちょっと避けてきたんですけども、ちょっとやっぱ今後発信者として、まあ、こういうのもね、まあ、一応23歳の大人ですから、大人の意見として、まあ、一意見なんですけども、まあ、出していこうかなと。で、まあ、僕たちよりも、まあ、特に年下の子たちがね、少しでも参考になったり、ためになったりしてもらえればなということで、今回この企画を取っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいことです。素晴らしいでしょ。いいことです。ポテの個人的な意見。はい。まずですね、20目当て本気かどうかっていう面と、まあ、Twitter などの宣言っていう、うん、まあ、その2個に分かれると思うんですけど、まず20目当て本気かどうかについてはですね、はい、僕らがどうこういう話ではないと思います。うん。はい。それはそうよ。まあ、このきっかけはですね、まあ、何でもいいと思うんですよ。20に会いたいとか、もう別に全然それでも、それをきっかけにして本気で頑張ったり、結局はね、そのアイドルっていう職業はみんなに夢を与えたりする職業なので、うん、結局そこから本気になっていく。本気になったら大原に行くっていうことなので、全然僕は20目当てだろうが、今はね、本気じゃないと、ちょっとなんか、あ、やってみようかなっていう軽い気持ちでも、今からね、クッと変えれる人もいると思いますし、しかもね、この二次プロジェクト安心してください。パク・ジニョンさんがね、ちゃんと審査しているので、そうよ、そうよ。そうなんですよ。うん、そんな生半可な気持ちの人だったり、軽い気持ちの人を通すような目をね、持ってないと思うんですよね。ちゃんとその人の中身を見て真摯に向き合ってるかどうかとか、なんならその人の実力よりもその内面の部分をね、見抜く力はもう20を見てる方々は分かると思います。それは逆に、そうよ、ちゃんとね、中を見抜いてくれるので全然僕はいいと思います。なんならね、まあ、ジャニーズのね、今のね、トップスターたちもきっかけだけで言ったら、なんか友達が誘ってきたからついでに応募したとか、なんか中井くんとかも親が勝手に応募してたわけじゃなかったかな、スマップの中井くんですよ、まあ、そういうね、軽い、最初はね、軽くてもやっぱトップスターが生まれたり、そっから気持ち切り替えられるかどうかと思うので、僕はこの話はね、全然むしろ言う方がダメなのかなと思いました。で、Twitter などの宣言についてなんですけど、タブーしない方がいいじゃないですか。タブーしない方がいいじゃないですか。そうやね、これはですね、そうなんですよね、うん、これはまあちょっと客観視してる人たちの意見でしない方がいいっていうのは僕は正直正しいと思うんですよ。まあ、なんでかっていうと、やっぱりその SNS 関連でその応募のね、審査の途中でその SNS 過去の SNS をほじくり返されたり、なんかそういうことに関して発言だったり、うん、動画だったりに関していろいろつつかれたりね、こういうこと言ってたぞこの子はとかいう、まあ、不利に働いたり、まあ、ちょっとね、そういう面もあるので、まあ、しない方がいいんじゃないかなと。で、本気だったら、その、SNS をね、一旦やめて、もうね、もうダンスだったり、歌だったりの練習に捧げる。っていうのがもちろんベストだと思うんですよ。でもやっぱ急にね、こんな急に、なんかシーズン2やりますって来て、すぐにバッて変えた人もまあ少ないと思うんですね、はい、こっから僕は徐々に変えてもいいんじゃないかなと。そこまで厳しくならなくても、こっから本気になっていけば僕はいいんじゃないかなと思うので、まあ、気持ちもわかるっていう風に言っておきたいなと。そうやね。でも、まあ、実は挑戦してましたとかの方がかっこいいよね。そうなんです。そう、落ちたとしてもとか、急にね、ふっといなくなって、え、なんかあの子いなくなったなと思ってたら日プロレスでボン出てきたとかのが、もちろんかっこいいんですよ。うん。でもやっぱりなんか、まあ僕今もう23歳なんでちょっとその気持ちはないんですけど、まあ、思春期の中学校高校時代だったらなんか言いたくなる気持ちというか、みんなにちょっと知ってほしい、俺は本気だぞってことを知ってほしいって気持ちだったり、応援してほしいって気持ち、ちょっとなんか見栄を張るって言ったら変ですけど、カッコつけたいって気持ちもありつつ、応援してほしいって気持ちもありつつ、まあ言ってしまう気持ちもね、全然わかるんですよ。はい。わかりません、この気持ち。男の子なら。いや、男の子ならわかります。そうなんですよ。はい。まあベストは言わない方がいいんですけど、まあ言っても別に、こっから切り替えたり、なんなら別に過去の SNS どれだけほじくられようが、僕何もしてませんよって人が、JYP に向いてるんですから、結局。そうですね、そりゃ。そうなの、これ結局そうなんですよね。だから全然、あ、別に、全然ほじくってくださいって方はもうバンバン宣伝してもいいのかなと。どの発言聞かれてもね、僕は全然損しませんよ。むしろプラスですよぐらいの感じだったらね、もうどんどん言っていいのかなと、僕は思いました。ということで、ここで最後にね、土持ちからありがたいお言葉があります。はい。
はい、最後にね、今僕の意見は言ったので、うん、土持ちからちょっとありがたいお言葉。やっぱり僕はまだね、社会人になってないので、うん、まだね、わからないことだったりもある大学院生なので、ちょっとね、新入社員、まあ、社会人になった土持ちからもいろいろ思うことがあると思うので、ぜひちょっと喋ってもらいたいなと思います。まあ、じゃあ僕からいい？いや、もう言っていいですか？あ、どうぞ言ってください。じゃあちょっとカメラ見ますね。あ、いいですね。僕からその夢を持った少年たちにかけれる言葉は、うんうん、あまり多くはないです。うんうんうん、これは本当にシンプルで、うん、一番大切なことなのかなって思うんですけれども。なるほどなるほど。頑張れ。頑張れ。頑張れ。ああ、いいですね。しみました。頑張れ。あ、まだ続いてます。すみません。頑張ろう。お、共にっていうかな。頑張っていこう。うん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 。うん。頑張りましょう。うん。そうですね、うん。一瞬。うん。さまざまなしがらみ。はい、まだありましたね。もういろいろあるでしょう。そりゃ、うん、人それぞれ受け取り方も違う。うん、そうですね、感じ方も違う。もうすごい熱くなってきてます。珍しいです、土持ちがこんな熱くなることないですよ。それで、ね、分かってくれる人はいます、あなたの周りに、うん、ただ分かってくれない人もいます。うん、そういうことです。うっす、最後分かんなくてまとめたじゃん。そういうことです、皆までは言わないぞと。まあ感じてくださいってことですね。そうです、大切にしましょう。ありました、ありがとうございます、土持ちさん。ありがとうございます。ございます。ということで、うん、虹プロジェクト挑戦する人へ、他の夢に挑戦する人へ、うん、とりあえず頑張ったらいいんじゃないですか。まあ、間違ってはないな。うん、